はい、玉運動チャンネルでございます。青森県弘前市も非常に暑い日が続いております。そんな中でございますので、皆様には今日また水出し茶朝顔の紹介ということになります。なぜこんなに私たちがこの朝顔というお茶に力を入れているのか、今日このチャンネルを見ていただくと分かるのかなと思います。茶葉入れまして、ちょっともうここにね、一旦急須で入れる場合も氷をね、2、3分入れてもらいます。でまず氷の中でじわっと抽出するっていうのも一つかな。氷入れたものに、はい、お水を注いで冷たいお茶、出来上がりでございます。エピガロカテキンというカテキンが抽出されます。これがですね、体の中の食細胞、マクロファージというのを活性化して、免疫力、いわゆる免疫力を発揮するというような効果になっております。テアニンという成分、これもまたですね、精神を安定させたりとか、その認知症の予防という部分にも作用することが、最近発表になっておりますので、ウェブの方で特別キャンペーンやってます。この朝顔をティーバッグ10個入りセットでですね、水出し、氷ストッパー付きの、ステンレスボトル、こちらもお付けして1万円でやっております。この期間中ですね、朝顔を10個で1万円、それと、それにボトルも付きます。そんなお得なキャンペーンですので、ウェブの方もチェックしてみてください。以上、スポーツドリンク悪くないんですけれども、やっぱりそのいろんな砂糖とか多く入ってたりするものもあるだろうし、お茶はね、そういう意味で水出しするとカフェインも極力抑えられるし、だからお茶っていうのは水分補給しながら別なところでもいっぱい作用してるってことを一応皆さんにも知ってほしいなと思います。